どうしてるかなって連絡してみたの。お前がいないと寂しい。もしスーパーパワーがもらえるならさ、俺はカメラを通り抜けられるやつにしてギューってしてやりたいよ。こんにちは。私はベイマックス。あなたの健康を守ります。どうも。ベイマックス知らなかったよ。まだ動くんだ。苦しむ声が聞こえました。どうしましたか？つま先をぶつけただけ。平気だよ。1から10で表すと、痛みはいくつですか？0かな。本当平気だから。どうも。もう縮んでいいよ。触ると痛みますか？いいって。触んないで。ほんと。もう。転びましたね。そう？1から10で表す。1から10。1から10。1から10で表すと。1から10で表すと。痛みはいくつですか？0だ。泣いてもいいんですよ。やだよ。痛みに対する自然な反応です。泣かないってば。スキャンして調べます。しなくていいから。スキャン完了。もう何なの？怪我はしていないようですが、ホルモンと神経伝達物質の数値によると落ち着きがありません。あなたの年頃にありがちです。診断名、思春期。何？さて、縮む時間だよ。体の毛が増えていくでしょう。特に顔、胸、脇の下、どうも。もういいよ。抑えきれない不思議な気持ちになることもあります。ほら、ちゃんと中に入って。ベイマックス、もう大丈夫だよと言われるまで離れられません。そう言えばいいんだな、ベイ。